今日も楽しかったな。私はずっとヒヤヒヤでしたよ。結局あの後、結果ちゃんとロカちゃん相手に戦ったでしょう。ああ、結果は同じだったけどな。怪我がなくてよかったです。心配性だな。ちゃんと進法で守ってたさ。ねえ、ご主人。なんだ？自分の空間でのレイカさんとの話、本当ですか？やっぱり、お前には聞こえていたか。ああ、本当だ。ダメですよ。せっかちゃんが専属神になるには条件が当てはまってなさすぎる。アリシアだって、あなたの専属神になるのにどれほど苦労したと。知ってる、だから俺なりに条件をつける。これをせっかに渡す。誓いの証。強い思いでご主人を思い、ご主人に一生を尽くすという誓いに偽りがないと判断されたとき、証が所持者の体内に入り、自動的に専属神に承認させる宝石ですね。ああ、これをせっかに渡す。これが強い反応を起こしたとき、俺が強制的にこの証の前にワープさせる機能付きだ。これが発動するのは本当に難しい。一つでも偽りや迷いがあれば反応しませんからね。試しにメリア、持ってみろ。当然ですね。そうだな。何照れているんですかご主人。いや、自分からやったとはいえ、照れくさいものだ。ふふ、それでは今からご主人はせっかちゃんにそれを渡しに行くんですよね。行くなら早く行った方がいいですよ。じゃないとせっかちゃんが寝てしまいます。そうだな、今から行ってくる。はぁ、あの顔は反則ですよ、ご主人。私は絶対にあなたを裏切らない、使命などではなく、一人の神としてあなたのそばにいたいんですよ。さて、寝ようかな。今日、ロカちゃんに勝てた。ロカちゃんに勝てたのは何年ぶりだろう。それもこれも、パトのおかげなんだよね。もしあの時、パトと出会わなかったら今の私はいなかった。いつか、恩返しがしたいな。せっか、まだ起きてるか。え、パト、うん、起きてるよ。ちょっと邪魔するぞ。どうしたの、こんな夜中に。せっかに渡したいものがあるんだ。これをせっかに渡そう。何これ？お守りだ。もし、何か辛いことがあったり、苦しいことがあったら、俺のことを思い出しながら願うといい。俺だって神だ、ご利益があるかもだぜ。うん、でもこれ大きいから常に持てないよ。すまない、ならちょっとせっかに似合うようにアレンジしよう。うわ、青くなった。からのこれだ。うわ、髪飾りになった。石化といえば氷、この星の雪の結晶をモチーフにしたものにしてみた。つけてみてくれないか？うん、ちょっと待ってて。こんな感じかな。どうかな？似合ってるよ。そのお守りは体から離していると意味がないから、極力離さないでね。うん、絶対大切にするね。それじゃあ俺は戻るよ。ねえ、パト、いつまでここにいてくれるの？この1ヶ月、私やみんなのためにいてくれたのは本当に感謝してるよ。私もすごく助けられたし。さあな、俺はどうせ今帰ってもやることがない。だから世界旅をしていたくらいだしな。私は、パトやメリアちゃんに帰ってほしくないな。なら来るか。え？せっかが俺と一緒に来るならレイカに話を通すぞ。待って、私、急にそんなことを言われても。決断できないよな。慌てる必要はない。俺とメリアは許可してくれる間はここにいるつもりだ。うん。おやすみ、せっか。おやすみ、パト。ずっと大切にするね。この思いも、お守りも。それと、この好きって気持ちも。こっちは平和だな。結局ダメだった。一体どういう顔をして家族に会えばいいんだ。そういえばレイカはすごい客人を招いてると言ってたな。誰かは知らんが、大抵喜べる気分ではないな。帰ったぞ。って聞こえるわけないか。お父さんお帰り。結果か、偶然だな。帰ったぞ。結構前からわかってたよ。だから迎えに来たの。そうなのか、まさかそこまで気配を読むことができるようになるとはな。ほら、お母さんとお客さんが待ってるよ。ああ、すごいらしいな。うん、きっとお父さんもびっくりするよ。そうか、なら急いで向かおう。ふふ、お父さんどんな反応するかな。多分、そろそろ帰ってくると思うから。安心しろ、一ヶ月もお世話になったんだ。どんな無礼も気にしないさ。私もいきなり奇襲でもしてこない限り大丈夫ですよ。さすがにそこまで礼儀知らずじゃないと思うから。帰ったぞ。帰ってきたわね。お疲れ様、あなた。ああ、長い間留守にさせて悪かったな。
お客さんとはこの子供たちのことか。ここに1ヶ月ほど泊めて娘たちの特訓に付き合ってくれてたのよ。娘の特訓、こんな子供がか。はじめまして、俺はパトという。私はメリア。レイカ、いくらなんでもこんな子供が月下たちを教えるなんてありえんぞ。騙されているのではないか。レイカさん、私たちのこと言わなかったんですね。その方がサプライズになるかなって。なら試してみるか。はぁ、あ、1ヶ月前にも君くらいの子たちと組手をやったよ。懐かしいな。いいだろう、レイカが認めるほどだ。実力を見させてもらおう。よし、レイカ、庭を借りるぞ。壊さないでね。安心してください。私が完全に修復しますので。さすがメリアちゃん。よし、なら行こうか。おい、お前レイカのことを呼び捨てにしたな。それがどうした。礼儀をわきまえろ、目上の人には敬語だろ。それにここに1ヶ月も泊まった恩もあるはずだ。それなのにその態度、気に入らん。へえ、ならどうするの。やめろ。どんなに強いか知らんが、俺がお前の腐った根性を叩き直してやる。ちょっとあなた、初対面の人に失礼でしょ。お前は黙ってろ。パトと言ったな。もしこの俺を倒したらこれからの宿泊、霊下に対する態度は目をつぶろう。だが、俺に負けたらすぐに荷物をまとめて出て行け。ちょっと、どっちが失礼よ。俺はそれで構わないよ。さて、始めようか。そうだな。何照れているんですかご主人。いや、自分からやったとはいえ、照れくさいものだ。ふふ、それでは今からご主人はせっかちゃんにそれを渡しに行くんですよね。ふぅ、なんかいい雰囲気になってる。いつもいつもさりげないところでポイント稼ぎを怠らない。さすがメリアちゃん、抜け目がないね。そうだな、今から行ってくる。あ、今からこっちに来る、準備しないと。私は、パトやメリアちゃんに帰ってほしくないな。なら来るか。え、せっかが俺と一緒に来るならレイカに話を通すぞ。え、嘘、すごく行きたい。でもそう簡単に OK 出していいのかな。あ、どうしよう。待って、私、急にそんなことを言われても、考えがまとまらないよご主人も大胆なことを言いますね。無意識系怖いわ。題名つけるなら、秘宝、私の主がハーレムを作ろうとしているのだが、おやすみ、せっか。おっと、もうこっちに帰ってくるみたいですね。ふふ、あと数秒このベッドを楽しませてもらいますよ、ご主人。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。